タレントの上沼恵美子が、上沼、高田の釘付け、で松本人志と、週刊文春の、訴訟終結について語りました。松本は、同氏の報道により、名誉を毀損されたとして、文藝春秋に対し、5億5000万円の、損害賠償を求めていましたが、8日に訴えを取り下げました。上沼は松本を大好きだと述べ、過去にダウンタウンとの番組を、受けた理由を明かしました。彼女は松本とのトーク番組で、スキャンダラスな、ことがあったら、テレビでボロクソ、言ってください、と言われたことを振り返り、松本の人間性を称賛しました。人間としても堂々として、前向きな方、とし、ファンのために、彼の真意を語ってほしい、とリクエストしました。その中で、あれ、嘘やったんやろか、とも言及し、松本の言葉に対して、疑問を投げかけました。上沼はファンへの、コメントを強く求め、再び共演したい意向を、示しつつ、彼女の、YouTube チャンネルへの、参加も提案し、笑いに変えました。